미국이라는 땅덩어리를 우리 행성에서 통째로 날려버리고야 말 것입니다. 이번에 강력한 한미 방송을 続けてきた 北朝鮮。 27日からの6カ国協議ではアメリカとの不可侵条約締結による体制保障を求めているが、キム・ジョイルが最も恐れる男ハン・ジャンヨク氏はこう語る。どの사회主義나라에서300万이상의근무주민이있습니다。どの사회主義나라에서온나라が감옥을내리니있습니다。모든문제에서기본的に방으로되고있는건북한의김정일수령독재체제이기때문에그제거해야된다。아메리카와北朝鮮に対して真夏のミステリー、幻の財務諸表は第2次のはあれ出てきたという国会の間違った通りなんですね。結果責任どうかと言いました。誰にどう批判されようと改革に向かってはまっすぐ進んでいくんだ。当然厳しい批判も厳しい反対もあります。民意が推進委員会の日は決まって、前でも熱が出たとおっしゃったし、その前はなんかあの血圧が上がったとおっしゃったし、今日はなんかフラフラするとおっしゃるんで。体調はあまり優れない藤井総裁、そろそろお辞めになって静養された方がいいのでは。藤井さんの、更迭はいずれ近いだろうと。こちらの総裁は元気いっぱい。夏休みの過ごし方は、ごろ寝しながらセミの声を聞いたり。9月の総裁選を前に余裕を見せるが、それどころではなかった小泉総理。夏休み返上、緊急招集、タックル特別国会。自民党総裁選6カ国協議と内外に問題を抱えて国会議員の先生方も夏休み返上で頑張っていらっしゃいます。そこで今夜は緊急招集タックル特別国会、北朝鮮問題と自民党総裁選を中心に徹底討論していただきましょう。ゲストは悪党党幹事長浜田光一さん、よろしくお願いします。暁の核弾頭ヘッド、政治評論家の三宅征一さん、同じく政治評論家、立命館大学客員教授福岡正幸さん、自民党衆議院議員平沢勝栄さん、内閣府副大臣、自民党衆議院議員米田天蔵さん、民主党衆議院議員末松義則さん、そして一夏の経験を求めて3人で新島旅行を計画しているといういつものゆうたらトリオが皆様のご機嫌を伺います。新島旅行なんか、もうちょっと遠くまで行きましたけど、今 VTR で拝見しましたけれども、道路公団の藤井総裁はなんか身も心もボロボロになってる。日本全体があの絵を見たくてしょうがないってことでしょう。待ってましたって席の一つもしてくれたら来てる来てると思って喜んでるわけだから。後ろから見ると染めた髪の毛が斜めによれて余計哀れに見えますよね。何でしょうね、染めたのさ、見てませんでも福岡さんどうご覧になりますか。あの人は建設事務次官を辞めた時に8000数百万円の退職金もらってですね、それから10年間ですからね、もうただこの人に世話になった政治家はおそらく100人以上で、そのいろんなことがあるんじゃないかってんで、ぜひ辞めさせてもらってね、クビにして小泉さんが、その後もう全部喋っちゃう、もう誰にどうして何したって話は。今日ここにもお世話になった方いらっしゃいますか。ここに全然来ないな、待ってたから。平沢さんとこには行ってなさそう。なんで来ないんだろうね。窓際。ここまで来ちゃうと、やっぱ三宅さん、もう今月末か9月に入ったらですね、小泉さんが罷免権を発動するということですね。もう自民党の道路とかかばう気はないって言ってました。昨日猪瀬さんとすれ違ったんですけど、ニッコニコしてましたよ。
か知らないけど、あの身長もね3センチぐらい伸びたんじゃないですか。もう一つ、前回米田さんはこの番組で相棒の西村さんと激しく選ばれました。大変喜んでるんですけど、本会議で球団の名指しで演説を頂戴しました。ちょっとその VTR がありますので、ご覧いただきましょう。笑うとだよ。現実の政治の中で、じゃあね、みんな立場で現実主義的なことだけ言って済むと思ったら政治家仕事できないよ。いやいや。イラク支援法をめぐるこのやり取りが、なんと国会で取り上げられた。一昨日のテレビタックルで米田健三大さんが次のような発言をされました。自衛隊員が拉致誘拐された場合、救出作戦ができるか。できない。できない。できない。自衛隊員が拉致誘拐された場合、救出作戦できるか。できない。できない。できない。そこで西村慎吾衆議院議員は、そこまで分かってるんなら、なんであの法案を出してくるんだよ。米田副大臣、俺は反対したよ。俺は大反対したよ。西村議員、それじゃなかったんじゃないか。米田副大臣、俺は反対したんだ。中で潰せなかったから俺はいかんと言っているんだ。そこで西村議員、反対するのか。そこで米田副大臣、自由党の達総理は長々としつこく追及。なぜならば、運用の問題で欠陥をカバーするという姑息な形でも、イラクに日本がプレゼンスすることの国益が大きいと思うから賛成しますと。このテレビタックルは一昨日ですよ、一昨日の夜放映され、政府与党側から誰もこれを訂正しようとか問題にしようとかする動きはなかった。まあ、米田副大臣も強胆な男でございますが、ちょっと意味としては若干送ります、直接的に今までお言葉が国民がですよ、国会を中心に真剣にこの問題に法案について議論しているときに、国会で議論している最中にですよ、こんなのがテレビで放映されるんですよ。こんな冗談じゃないですよ、ふざけてるとしか言いようがない。我々が真剣な議論をこういう場でやってる時に、テレビで現職の副大臣がこんな方言を垂れる、そしてその方言を官房長官がお墨付きを与えるんですから、小泉内閣何考えてるかっていうことですよ。この番組はですね、タックルと名前がついているように、西村さんと私も前回が初めて一緒になったわけじゃないし、まあこういう一つの番組のキャラクターというものもあるんですね。公式な生誕演説会じゃないんです。失礼しました。どうも。最後の俺の顔言う、あのやめてくんないかな。俺参議院呼ばれそうになったんだから。俺は参議院はいらないってのは言っちゃったんだよね。この番組で、俺がやろうって言ったわけじゃないんだから、制作スタッフがやろうって言って俺が真ん中だったから、俺の顔打って「たけしを呼べ」って言われちゃって、我々こんなのってやられてます。こんなのだって、バラエティーじゃないですか。これはあくまで本会議でも同じことやられたんですよ。あらら、本会議は出てない。まあ要するにね、この番組の特徴っていうのは、みんなが本音話す番組でしょ、これ基本的にね、はい、だから、はい、一つの政治的な決定の背景に、家庭の中に、同じ自民党の中にもいろんな議論があるんだってことを僕は率直に申し上げたし、それから最後にどうするかということになったら、やはり運用によって不十分な部分、そこを逸脱しない形でやるならば、法律がないよりあった方がいいと思ったから賛成したんだと、まあ、ごく当たり前のことをね、言ったつもりですがね、まあ、相手は俺は永田町のアルカイーダだから、厳しいだから、それは本当は近いんですよ、近いんだけれども、でも国会の中で、なんか大変なことに。なりません、なりません。みんなに非難されたり。いやいやいや、僕喜んでたら、逆に怒れました。喜んでる場合じゃないと思う。本会議でね。でも誰かにお中元あげたとか言ってませんでしたよね。官房長官が大変いいご答弁いただいたんで、横浜のビスケット守ってくださったんで。お中元何あげたんの？横浜のビスケット。ビスケット。何の具体的に名前、ビスケットって言われてる。どっか問題なんですか、これは。やっぱりこの番組で言うと大変なんですよ。大変だ、やっぱり。うん、そうなんですか。命をチェックしててね。でも逆に言えなくなったら本音も聞けないし、心情も分からなくて。だから国会答弁がなんでつまんなきゃってよく分かるでしょ、うん、やっぱり国会答弁って何か言ったら、そこの上げ足を取るわけだから。じゃあ米田さんは今日もどんどん本音を言ってくださる。基本的にはそうです。米田さんはこう自民党の、まあ、今一員というか党員として、自分の考え方もあるけども、こうグループとしてやるわけだけど、その点民主党は
どうなっちゃうんですか。いやだからね、まあバラバラとよく言われますけども、うん、最初はね有事立法を議論するだけでなんだ戦争に行くじゃないかっていう人がもうたくさんいたんですよ。社会党からね来た方々だったんですけど、もう何回も何回もね、もう本当に膨大な回数を続けていったら、で最後は賛成するまで行ったんですよね。だから鉄の中にガラガラに汚い石行ってくるぐらい前って言ったら少しは丸くなってきたんだよ。僕が一緒になっちゃったけど、そんな感じじゃない。米田さんがね話しにくいだろうけども、やっぱりバツバツというのはね、それはもう本音のところそうだと思う。と小泉さんだって戦闘地域と非戦闘地域はどうなるか、そんなの分かるわけないじゃないかと総理が言うとやっぱり国民反応するけどね、やっぱり副大臣という立場があるから、このことはやっぱり国会の議論なんで平沢さんのように全くね窓際だとはっきり言わないでくださいよ。そんなに人気なんですか、平沢さんは。平沢さんの立場ってどのくらい窓際にいるんですか。窓開いてるんですか、それは。だからこっちは全部日焼けしちゃってるんだ。こっちはもう真っ暗ちょっと。ないけども、本当は窓際じゃなくてね、もう手すりの外側にして。今引っかかってるんだ